女王陛下、妖精の村へようこそ人間よ。こたびも古法の民に助けられました。その奮闘に対し妖精族は深く感謝いたします。私は自分の役目を果たしたまでです。女王陛下、民が犠牲となったことにお悔やみ申し上げます。私は古法の族長より金の根を調べる任務を命じられております。妖精族の黒き金が何者かに盗まれたと聞いております。もしかしたら黒き金の根が悪魔を呼び寄せているのでは。黒き金は本来邪悪なものではありません。黒き金は古代に作られた特殊な遺物です。ですが自らの住居に悪魔を呼び寄せるためのものなどわざわざ作るわけがありません。妖精の金には2つの役割があります。人々を守ること、そして鳴らした者の思いを天上の神々に伝えることです。黒き金はそのために作られました。具体的には日中の創造神と交信する役割があります。誕生を司る黄金の月の女神リネス、再生を司る暗き月の神セリン、全ての命は月から生まれたと言われています。黒き金は命を授かった神への感謝と賛美を伝えるための儀式に使われていました。ではなぜ悪魔が突然村を襲い始めたのでしょう。リネス様とセリン様は、姉妹でありながらもお互いに深い憎しみを抱くようになったと言われています。鐘が鳴らされてしまったことによって日中が目覚めてしまいました。もはや互いの死を望む存在になっています。そして神の力は凄まじく、我々の世界などを簡単に滅ぼすでしょう。おそらくどちらかが相手を殺すために悪魔の軍勢を呼び寄せたのでしょう。それでは黒き金を見つけても手遅れということでしょうか。別の方法を考えた方が良いのでしょうか。いえ、必ず取り戻さなければなりません。間接的ですが、黒き金は各地を混沌に陥れてしまいました。このようなことを再度起こしてはならないのです。しかし同時にリネス様とセリン様の争いも止めなければなりません。あなたはすでに一中の神と交わっているかもしれません。ほんのり猫の香り、猫の匂いがします。え？もしかして黒猫と会いましたか？会いましたね。確かに変わった黒猫に会いました。使い魔が魔女になったのかもと、なったものかと思っていましたが、その猫はおそらく月の女神リネス様でしょう。リネス様は月の黄金の輝きと月影の暗闇を司ります。彼女に遭遇し命あることは奇跡としか言いようがありません。結構、頑張って戦えたぞ。なんだったら倒したっちゃ倒したし。月の女神ですが、ですか。古法の民は月の女神を信仰しております。神に害をなすなどとても。一体どうすれば。まずは黒き金の問題を解決し、次の段階に進みましょう。黒き金を盗んだ犯人は、おそらく悪魔の辺境地の深部を根城にしている悪魔でしょう。悪魔の手より黒き金を取り返してください。そして可能であれば月の神々の居場所も突き止めてください。承知いたしました。全力を尽くします。最後にもう一つ、我々妖精から贈り物を受け取ってください。あなたの旅に役立つことでしょう。なんだこれ。巻貝。加護が込められているため、簡単に高所に登れるはずです。ありがとうございます、女王陛下。必ず使命を果たします。またお会いしましょう。巻貝。
来た、壁ジャンプ。壁に向かってジャンプし、壁付近でもう一度ジャンプする。はーい。あ、触れない。あと何個集めれば次の報酬がもらえるのか教えてくれないんだ。壁ジャンプどっかで試せない？あ、全然、あ、余裕。あ、二段ジャンプも復活する。壁いければ、もう壁さえあればどこでも登れるじゃんこれ。壁ジャンプないと無理だよねって場所どっかあったよな。ここだ。そこぐらいか。そこぐらいなんだとしたら、あれ、なんかもう2箇所ぐらいあった気がすんだけど、ここも壁ジャンプで上行けそうだよね。でもここまで戻るのちょっとめんどくさいのよ、もう。うん、まあ一旦ここか。でここをちょっと探索してみて、終わったらここエレベーター、ここか、こっち行くか。でその前にペンダント、オッケー。帰れないのこれ。これさ、これがないと、まあまあまあいいか。敵はいるんですか？いないっすね。お金があっても使い道がない。セレザも女神だったりしないの？猫耳ついてるけど。青い光出てくれ。痛い。敵いるじゃんか。まあ、ここはいるのか。西地区からは敵いなくなったんだろうな。危ない。うん、攻撃力上がった。どっかで金鳴らしたいけど、まあいっか、上行くか。金ならんな。金じゃないや、ペンダント震えないな。結構近づかないとダメなのか。これさ、よく見るとさ、ん？よく見るとっていうか、今まであんまり気づいてなかったけどさ、そのエリアによって色がさ違うのはわかるんだけど、濃い青と薄い青とさ、3色ぐらいに色分かれてるのは、これなんか意味あんのかな。緑もそうだけど、光れ。あ、光った。
ですよね。おい、真ん中安全かと思いきや、いた。一旦回復しよう。そんな強くないぞ。血まみれのペンダント、戻れー。落ちる。助けて。痛い。よいしょ。戻るのが大変だ。上だっけ。まあそれあんだけ雲の巣張ってあったら雲出てくるわな。頼む、これで終わりにしてくれ。ただいま、メルティル。おお、ジョーちゃん、どうじゃ、ペンダントは見つかったかい。拾ったペンダントを渡した方がいいのかな。いやー、渡すよね。いや、わからんよ、これは。さすがに。バックボーンが。なんか、理由があれば見つからなかったって伝えるのもありだと思うけど、探してこいって言われて探してきたって伝えるのが普通だよね。ペンダントは見つけましたが、これで合ってますか。ほらっと、我が弟よ。そうか、君はもう。ごめんなさい。謝らないでおくれ、若き司祭よ。ペンダントを持ってきてくれて本当にありがとう。どうかこれを受け取ってほしい。ありがとうございます。いつかその悲しみを乗り越えられることを心よりお祈りいたします。妖精の像。まあ黙ってるよりは行った方が良かったんだろうな。これも割といいよね。お金拾うと体力回復する。で、アイテム、アイテム。妖精の像とは、癒しの鐘の力を高め、鐘を鳴らすと周囲の敵にダメージを与える。うわー、いいものもらっちゃったね。うん。泣いている。いや、しょうがない。え、まだ倒れている。ファストトラベル欲しいね、本当に。
ここだ。一旦左か。左下に向かって鐘鳴らしとこっか。死ぬかもしんないし。痛い。よいしょ。いやあ盗まれた。まあ別にいいけどね、お金持ちだから。私ここか。めんどくさ、移動が。あ、こう登っていかないと無理。うん、そんなことはないな。痛い。痛い。400食らう。あれ嘘でしょ。うん、金が左にある。あそこに金があるのもなんかちょっと不自然な感じするよな。ここでもなんかボス戦とか起きるんじゃないの？よいしょ。あ、これさ、ここにいるとさ、なんかゲージが出てくるんだけど、これ何？へへへへ。有無を言わさずか。びっくりした。下行って右。遠い。
ってる、合ってるな。いやーこれずるいって。こんな色だったっけ、こんな赤い、赤かったっけ、この場所。いた。ずるすぎる。なんだこれ、こんなあった。あれ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 、なになに、なんか雰囲気変わってない？気のせいか？あと敵が一生攻撃してくる。え？あんな泡あった？行きたいのこっちか。やば。あ、祈れる。なんか入り口あるな。届かない。あ、届いた。高の休息地。暗い場所ってここか。ああ。危な。なんか出てくる敵弱いな。いてえ、見えない全然。終わった。これどこ行くんだ。え、下の階に行ったのか。はいはいはい。で、同じようなことが繰り返されるでいいですか？読む。石板にはイシュリスの白の賢者によって語られるこの星の歴史が記されている。遥か昔、星の海には二つの月が浮かんでいた。片方は完全なる美の化身であり、片方は魅惑の暗闇の化身であった。二つの姉妹月は争いなく長く長く共に過ごしていた。ほう。わ？ですね。そのフィールドの中、この丸いフィールドの中、スピードがめっちゃ遅くなるやつ。グーヘー。どうすんの。
いた。当たんない、全然。効かんのか。危な。もう一回ね。いた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 。あ、いなくなった。ふう。このフィールドも消してくれ。まだ下があるぞ。やった。天井の百合に祈りを捧げた。攻撃力アップ。でかい。小さな月のセリンはやがて大きな月の光を羨むようになった。自分にはないその優美さを欲するようになったのだ。小さな月は闇を操り、大きな月に戦いを挑んだ。うん。その、二人の女神の、こう、歴史って感じか。この星のって言ってた？この世界の？わお。それ嫌だね。次は？うっけっ。ほい。いたー、食らってる。マジックポイントが足りないよ。争いは数日にわたり、流された血は地上に降り注いだ。やがて小さな月が大きな月の目を一つ奪い、それにより争いが収まった。目を手に入れた小さな月は大きな月と同じくらい輝きを増した。結構来てるな。上、なんか上の方にもいるんだけど。なんだ、すごい動きがさ動きがラグく見えるというか。あと知らん敵だなこれ。うおー、なんだこれ。強い。強すぎる。なんだあれ。もう変え。あ、そういうことか。えい、カーン。いて。なるほど。まだか。